そうそう。これこれ。これが欲しかった。なんだこれ。カエルの顔したオブジェやな。そうなの？たかし？たかしいてる？まるで友達。よしよし。いてないわ。シャーベル。シャベルか。どこで使うアイテムかな？あ、たかし来た。うわあ。来んな。すんごい夜中やで。いや、なんや。かわいいぞ。歩くたかしの後ろ姿がかわいいぞ。こらこらたかしについていかない。むっちむちや。キュートやで。ま、後ろ姿に限った話なんやけどな。で、冒頭に拾ったやつは、ここにぴったりと。この音にはさすがのたかしも反応しそう。ああ、寄ってきた。正面からは意地でも受け付けないのね。一周回ってたかしを巻いてやった。多分、扉閉めてたら入ってこんと思う。さて、これは何？形状的に、バンテリンがセットできそう。バッテリー。やばい、近づいてきよる。アイテム使ってる最中に攻撃とかせんといてや。そういうのゲームのバグであるよね。ムービー中に NPC にやられちゃうやつ。あれ大好き。グラセフでよくあったな。なんや、至るところで儀式してた模様。これ、本。かな。前回確か魔女の儀式を妨害するために、本とナイフが必要って話してたね。本。本とか言わない。ほな、シャベルで小屋の付近を掘ってみよう。本は今使い道がわからんから、ここで次に進むためのアイテムが手に入るはずや。本。本やめい。鍵か。鍵といえば。あれしかないな。あれね。さささ。はい、ここ。おお。子供のおもちゃのくせに、一体どんな仕掛けになってるっていうの？不気味やったな。ん？この子めっちゃ驚いてるんだけど。なんで自分が今の何やったんですか？みたいな顔しよるん。まさか自分にあんな仕掛けが作られていたなんて知らなかったのかもね。そら驚くわ。カラフルな骨。あ、これもどこで使うアイテムなのか心当たりがあるんよ。な、確かこのフロアやったはず。これです、これです。あ、なるほど。すでに一本刺さってるんだ。これで一対になるから合ってると思う。お？何が起こったの？異世界に放り込まれた？これは。なんなの？バグっとるんやけど。なんだよ、バグかよ。これは、やり直さなあかんやつ。はい、正しくは、こう。特に何も起こらないんだ。いや、異世界に繋がった。あ、ちゃんとした異世界だね、これ。異世界っていうか、なんか、胃の中に入ったみたい。アホな異世界でやってるわ。一人で何言ってんの？ここが、前回言ってた、アストラル界ってところかな？はあ、確か、その世界で魔女が儀式を行ってたと。言うて元の家にも儀式っぽいオブジェクトが大量にあったけどな。ここにいてる悪魔と戦闘になったりするんやるか。主よ。この一族の血を受け入れ、支配するために地上に来てください。なるほどな。両親と娘、そしてあとは自分の血を注いで儀式が完成するんやな。この赤い結界がいつ解除されてしまうのか心配や。ずっとろうそく持ってるだけだし、戦闘にはならないんじゃない。しかし、親の顔より見たアセットかと思いきや。なかなかに味のある悪魔の世界も出てきて面白いね。せやな、いろんな世界に行けるのは楽しい。お、奥に、この世界の主がいてるらしいで。なんで石とか家具が待ってるんだろう。
これが日の神土ってやつか。一タグはいいけど、土が余ってるよ。そんな全部きれいにマッチする言葉なんてあるわけないやん。怒られた。心臓や。誰の？わかるわけないって。戻ってもええんかな。モロタで駆動。ほな、行こか。心臓かっさらってしれっと帰ろうとする。帰りに襲われるかと思ったけど、全然何にもなかった。そんで、ここのカラフルボーンを回収して、これでようやく元の世界に戻ったな。心臓の使いどころと言うて、ピンとくるところはないんやけど。あと、何かできそうなところといえば。一番下のフロアやったっけ。で、この心臓は君のんやったんか、電気ショックで生き返ったんかな。血管がどこにも繋がってないですが。ふむ、このナイフ。USJ のお土産屋さんにありそう。ポッターのところにありそう。な、アカネ殿。どこ見てるの？いや、他にアイテムはないかなって見てただけです。なんや、どこかの家の中に転送されたみたいや。まだまだ続く感じ？どうなんやろ。見たことない構造ではある。ふーむ、扉が。どこにも、なさそう。あれ、これ一周回ったんじゃない？一周回ったとしたら、こんなん、あったっけ？ふーん、ということは、もう一周行かなあかんやつやな。コーナーで差をつけろ。なんか出てきた。もう一周。はいよ。加速したった。もう一周行っとく？いや、大丈夫。雑巾の妖精かな？そんな妖精いらないかな？これは、まだまだ下に行けるということ？まあでも、ここ進むしかないか。あれ、普通にこのまま通過できるみたいや。動かへん影が気になるけど、進むか。これは、まーた儀式やってる。